先生、これいただいた心拍で結構いいもん寄せてんじゃん、これ、うん、いただき物シリーズの心拍なんですけど、うん、これ作りたいなと思ったんですけど、流れがどっちつかずなんですよね、これ流れがね、両プリになってっからね、うん、なかなかね、こう、作りにくそうだなっていう、これガーッとこう近づけてさ、うん、で、最悪いらなくなると思うんだ、これシャリのこと考えると、本当はこっち側が板シャリになると良さそうなんだけど、うん、こっちやると一番いい枝が取れなくなっちゃうんですね。こっちに入ってからね。そう。なので、こっちがシャリつけた。そう、こっちがシャリになっていけば、まあ、最悪この上の、こっちの枝はいらないんじゃないかと。うんうん、流れを、こっち流れにするとね。この枝が寂しくなるか。うん、ちょっと寂しくなりそうだけどでもなんか将来的なことを考えていくともう流れが、ね、はっきりするからね。そうですね、うん、これ今どっちにもって感じだから、なので、まあ、シャリ入れと針金がこれは、ね、やっぱりね、もう完全にこの枝かこの枝どっちか抜かないと方向性つかないよ、これ。そうですよね、うん、枝で見るとやっぱこっちの枝の方が面白いんですよね、うん、面白いねじれてて、うん、ここですね、ここがね、これねじれが入ってるところ、これ面白いんですよ、うん、なので多分抜くならこっちの枝かなと、そうというのが僕と先生でさっき相談してやった感じです。どっちかでしょうね。どっちか正面決めないとこれダメだね、うん、木 のへこんでる方ってたらこっちだね。ああ、そうですね、こっちで正面するとこう木が逃げてるような。そうですね、こっちだった。今回はとりあえずシャリをどこに入れるかっていうのを決めて、うん、動画の後半で針金かけを、うん、でシャリを先生ちょっと入れるとこ決めてもらえたら僕が削ってくるんで、家で削ってくる、はい、うん、ここは水水が浮き出すんや、はいはいはい、この辺が境目になってた。なるほど。もう一応2本両サイドに入ってるんですよね、細いやつが、ね、はい、これここ取ってくる。これシャリ入れたんだ、これ入ってます。入れてくっついちゃったんだよ、これ。そうそう、もうこれは境目が分かるね。分かりますね、うん、もうできるかもしれない。シャリはもう結構いっちゃっていいんですか。うん、いいよ、これ削っちゃっていいや、ほら。じゃあもうこっちいらないからやっておきます、はいはい、こう綺麗なシャリがついてるでしょ、はい、このシャリは私がやったんじゃなくて YouTuber のね、やったんですよ。ほら、こいつ私がね、かなりね、綺麗な入ってる、はい、シャリが。ありがとうございます。こっち、ちょっとこっち見てみましょう。ちゃんと流れができて、で、木目も出てるから、うん、先生の教えの通りにやらせていただきました、うん、こういうとこもほら、ちゃんと木目出てるでしょ。彫刻刀で削ったようなとこはこの辺ぐらいかな、うん、そこはね、ちょっとね、これも古くなればこのぐらいだったらワイヤーブラシで擦ると取れるから。これシャリ削ったんですけど、うん、ね、幹筋、ここの水水が、うん、切ったんですよ、うんうん、こう切れてるわね。そう、水水が切れちゃった。切れてます。これはね、完全にね、もう板状になってきてるから、はいはいはい、この線がずっと繋がって、ここはもう板状になってる。これが心拍の作り方ですよ、これ、はい、で、今言った通り、この木の流れの通りに行くと、うん、このシャリがこう枝入っちゃうんですね、はい、これ切れてるもんね。切れてます。この切れてるとはもうこの枝はもう生きないですからね、うん、これをどうするかっていうことじゃ、はい、どうするんですか。これはここの枝生きてるんですよ。これがこうに持ってきてる、はい、持ってきてるんで、これを起こして立てちゃう、天神、うん、にしたらいいんじゃないかなっていう、それ作りましょう。で、まずこうもう枯れてきてる、ほら、もう乾いた感じしてるでしょ。しますね、もう完全にこう切れてるから枯れちゃった、はい、まず枝抜きます、取っちゃいます、はい、これでね、切るときね、少しこう枝残しておいたらいいですよ。これ役に立つ場合があるから、こういうのこうやると、これを丸坊主にしないでちょっと残しておいた方がいいです。役に立つって、丸坊主にしたとこれ棒になっちゃうから、箸になっちゃうさ。ああ、しといていい。で、余分な枝だったら切ればいいんですよ。こ
こうやってね、まだこれ水水が切れたばっかりだからまだ生きてる状態で、この状態だと綺麗にこう皮むけますからね。ここで止まるように切れ目入れとく。それでこの皮むく場合、これを潰していくんです。ここにくっと皮をここに、こう上からやったら今度この横にこう潰す。かなり力入れないとね、これ皮剥がれないですからね。こんな状態になってきた、はい、これ手で剥がせますから、ここに。これね、冬だからね、あのしっかりついてますよ、皮が。でこの状態だとこうねじってもこういうあの一緒に皮がくっついてくる。夏だとねじったら皮とこれ剥がれちゃいます。で夏はねじっちゃダメです、はい、これがね、あの古くなっちゃうとね、もうこうやって剥けないですからね。若いうち生きてる間にこうやってやるんだったらこう簡単に剥けます。ここであの葉っぱがあった、シャリの流れ、ずっとできたでしょ、これ。ここでここが陣になった。でまたこれがこっちつながってきてる、うん。よくできてるわね。ちょっとね、春店が切れっぱし使います。これ使ってあと導線できます、はい、これ支え、おお。もう一本入れてた、はい、戻ってくるな、戻ってきちゃうでしょこれ、これ沿わせて2本立てる、これ一緒に、ここが多分頭になる。これが頭になるね、うん、こう植えるのがいいかなと思ってたんですよ。どっちがいいかな、こう正面がまだ決まってないの、これ正面がここで、うん、正面ここでこういうちょっと斜めに植えるのがどうかなって。ああ、いいね、こんな感じ、こんな感じです。これもっとこっちだな、これね、陣ですよね、陣が。こっち後ろ逃げちゃったね、これがこっち行こうか。ちょっと上向いた方が勢いが出ると。そうですね、これがこうやって広げていかないとダメだな、ね、これね、幹にかぶっちゃうんで、これちょっと邪魔なんだ、これこっちへ待ってね、よく行っちゃう。これここは入ってたからね、見せるとここ見せたくちゃいけないから、うん、こう隠しちゃうよ、これ。これが来ちゃうところ、うん、こう隠しちゃうんで、こうやって広げてしちゃうから、これ一本のここ通しちゃいますから、ここまで、はい、手に合わないよこれ。
こっちが全然枝がないこれ。ないですよ。ちょっとひねってみるね。はい、おお、少しは来たかね。はい、収しました。上下の模様ついたかなこれ。ねじれるか。これこくりゃいいよね。これどっちがいい、はいはい、ああ、いいね。ここ針金かけてみる。で、ここの枝を抜いちゃおう。なんかこれ金にしただけでだいぶ雰囲気違いますね。うん、雰囲気違ったけど ね。金があると全然違っちゃうから。でこれうまくつながったからいいよこれ。でここから違う字になったらおかしいもんね。初めてのシャリにしては上出来。上出来だよ。こんだけできる人いないよ本当に。みんな彫刻で傷だらけだから。あ、そうですか。シャリっていうのはやっぱり前うずくりしてたけど。はい、この木目が浮き出してこないと自然の中にね彫刻刀で削ったような傷っていうのはあるわけないんですから。心拍でも目起こししてます。目起こしした方が葉っぱがこの元でまとまって、うん、で上向けば綺麗に見えるから。なるほど。上向いてた方のがね、木の勢いがつきますよ。ちょっとあんまり綺麗に針金かかんなかった。で首を締めんなって、うん。普通こうやって巻いちゃうさ。はい。首締めちゃう。ここで来たら、ここは。でここでこれで上げるんだ、うん、丸い輪を作って そこで上げるんですね。そうすると後でねこう調整が効くんですよこれ。なるほど。ここにしたら、うん、もうこれでキュッてやったらそこでおしまい。ここにやっとくと直す時にねここでこうやって上げるとこ、うん、切る。ちょっとあんまりこううまくいかなかった。外す時も楽なんですよね。そうだ。あれ、取れちゃった。ん個枝が一個取れちゃって。わかんないでしょ。これか。これが一本失いました。わかんないでしょ。わかんないってのは、なくてもいい枝だ。なくてもいい枝。あ、結構木が古いから枝がポロポロいっちゃうんだよ、これ。また、また来た。これは行き場所がないから取っちゃう。これ。これ回るかなこれ、うん、ちょっとやってみるか。これってこう来ても同じだこれ、うん、これと重なっちゃうね、うん、これ取っちゃうこれ、はい、この間入ってもこれとダブっちゃうもん。そうですね、うん、これ取っちゃうから。盆栽の作業の中で何が一番好きなんですか、うん、一番好きなの、うん、まあ心拍のシャリ付けだね。まあそうか、まあ、よくやってますもんね。うん、道具まで作っちゃってますもんね。道具まで作っちゃうから。シャリ付けはね、いろいろ考えながらやるからね。確かに結構いいよ、ね、楽しいね。頭使うから。いつも黙々とやってますもんね。おしゃべりしてやっててダメなんだよ。気がちっちゃい。怪我すっから間違った。あ、そうかそうか。針金掛けはどうなんですか。針金掛けあまり好きじゃない。結構やってもらってるけど。結構あの最近小さいから大変なんだよ。すいません。これも今こう縦になったでしょ、うんうん、これこう横に向けながら針金かける、はい、だからこれを木をこうひねりながらかけていくんですよここに、うんうん、こっちにして。そうするとこう両方水平に出てきますからね。まっすぐなりました。後から直すんじゃなくてもかけながらこれ水平に持っていくとか、はい、ていうかあとこうまたずっと先かけちゃいますか。終わったけどこの枝どうするか迷ってんだよ。これこの枝これ
こうか。そうですね、幹とかぶんない方がいいですよね。ここ見せたらね、このね、シャリがね。もうちょっとこっちに向かうか。第一作目はここでしましょう、このね。そうなりました。ここが、あとこれだ。どう、これ邪魔っけだな。邪魔なのか。隠しちゃうの、これ。もう、しゅうだ、完全によくとけ、こっち。で、この枝は愛嬌で。愛嬌。うん。取っちゃってもいいけど、ちょっと愛嬌で残しといていいかな。だいたいこれで終わり。うん、だいたいこれで終わり。見ていいですか。これ、うん、これ。ここが正面。こう見えるよね、ここね。ギリギリ。ずっと回してきます。はい。このシャリのつながりいいでしょ、これがね。こっち裏来ててね、こっちもいいかなって感じ、ちょっとなんか、ここがこれが見えるからね、かぶっちゃうのかぶっちゃう。ああ、かぶってる、起こしてこのぐらいじゃないとおかしい、やっぱりこっちだね。そうですね、これが何とも言えない感じですね。邪魔なんだ、邪魔なんだ。ここは隠してるんですよね。一応これで隠してるけど、前枝と後ろ枝だよ、この少し対比になってるかなっていう感じもするんだけどね。そうですね、まあ、こんなとこで、まあ、春に植え替えするっていう。だからよくシャリが綺麗にできてる、これ。サンタさんにもらったいいね、第2弾、こんな感じになりました、でまた春に植え替えしましょうか、植え替えだね、はい、じゃそんなとこで、はい、ありがとうございました、ちょっとあの後ろ枝がここにあった方がいいということで、裏枝の位置が今移動しております、ここがガラッと開いちゃってるから ね、あってもいいかなって感じ、ね、ちょっと変えちゃうよこれ、はい、折れちゃいそうで怖い、すげえ怖い、もうここが180度下がってる感じ、だから心拍がこういうのあってもいいんだよ、このぐらいの、厳しさってな、これがうまくできてれば心拍らしさになる、おまけのおまけがちょっとうまくいかないのかね、おかしいかおかしいわかんない、すごいとこあんま見たことない、あでもそのぐらいだったら自然ですね、ね、これでいこうか、これでいきましょう、ここはもう心拍らしくガクって180度変えてたから、いいじゃん、これでも、それの方がむしろ最初のやつよりいい気がしますね、流れが、例えばこっちから見た場合でもね、こういうのが 見られるから、作っとけ、一箇所だけ作っとけ、はい、こうなった時の裏枝がこのあれですね、溝のところに来るように、間が埋まる感じしますね、というわけで最終的にこういう風になりました、いやかっこいい、ただ最初の画像と比べてもだいぶ良くなったと思います、ね、やった、次まだありましたっけ、もらったやつできそうな、あるよ、もっと小さいやつある、ああ、誰もやっちゃう、持ってきて、おまけ、これはあのおまけおまけです、あの下草で使ってる、あのススキなんですよ、ススキ今こうみんな枯れてるでしょ、ね、ふとこれ一本ずつ抜いてってクルッパ取っちゃうんですけどね、そんなことやらないですよ、私が教わったのは一度ライター持ってきたんですけど、火で焼いちゃうの、焼いちゃうんですか、そんなやり方があるんですか、あの昨日奈良の草焼きやってたんで、あれで思い出して、なるほど、でこれで焼いちゃうんです、結構で結構燃えてるけどあでも、はい、一瞬ですね、一瞬すげえ、まあ、こういう草焼きやってもね、その後やっぱ生えてきますもんね、でね、こう芽が出てくるんですよ、あとはいはいはい、燃えるんですね、だね、一個一個抜くと思えば、あのハサミでこう刈りなさいっていうのはあるけどね、これ一番簡単ほらこれ他の木でもできるんですか、他の草物でもこういうの、他のあのこういうやつやっちゃっても大丈夫だ、ただ
他はあんまりないかな。ないですか。これで。で、あとあのピンセットで綺麗に取っていけばいいです。終了。去年これやんないでね、1個ずつ抜いてた。抜いてたんですか。うん、大変だよ、これ。こういうおまけがついてる。ありがとうございます。はい、この草持ってる人しかできない。うん、草焼きできるやつ。昨日あれ見て、テレビ見て思い出した。思い出したんで、今日はおまけコーナーで使わせてもらいます。ありがとうございます。はい。